はお忙しい中お集まりいただきありがとうございます。東京女子プロレスのリングアナウンサー南波さゆりです。よろしくお願いします。ただいまより6月19日後楽園ホール大会の記者会見およびタイトルマッチ調印式を行います。まず6月19日全カードが発表となりました。シングル初対決遠藤アリス対鳥羽美香也、タッグマッチ上福幸桐生真宙組対角田奈緒猫春菜組、昨日欠場したラク選手の復帰戦スリーウェイマッチ愛の雪対ラク対原宿ポム、シングルマッチ渡辺美優対長野ジュリア、タッグマッチ辰巳梨花鈴芽組対伊藤真希ノア光組、タッグマッチ山下美優宮本もか組対赤井咲希荒井雪組、そしてプリンセスタッグ選手権坂崎由香水木組対中島翔子ハイパー三沢組、以上全7試合となります。それではプリンセスタッグ選手権チャンピオン坂崎由香水木組対挑戦者中島翔子ハイパー三沢組の調印式に移らさせていただきます。両チームよろしくお願いします。それではこちらの調印書にサインを入れていただきたいと思います。はい、上だな、ようやく慣れてきた。はい、上だな、オープン、このようにサインが入りましたので正式なタイトルマッチとして認定されます。それではコメントに移らさせていただきます。まずは挑戦者チームからコメントをお願いします。はい、はい、東京女子プロレス愛と平和を守るニューヒーローハイパー三沢です。まずは昨日サイバーファイトフェスありがとうございました。昨日、サイバーファイトフェスでのゆかさんとしょうこさんの、試合を見て、私はすごく、まず中島さんが防衛したことはすごく嬉しかったし、それと同時に2人の試合がとても素晴らしく誇らしく感じて、すごく刺激を受けました。改めてこのプリンセスタッグ選手権、私はすごくいい試合にしたいし、私が感じたように他の選手に誇らしく思ってもらえるような試合にして、その上で勝ちたいなと思いました。今マジラビの存在は東京女子プロレスにとってすごく特別な存在だと言えると思います。それは、東京女子プロレスにとって看板とも言えるような、東京女子プロレスにはマジラビが いるっていうように言えるような存在だと感じています。だからこそ今こそマジラビに勝ちたいなって思ってます。今すごく価値のある状態になったマジラビに勝ったら、共楽共鳴も東京女子プロレスに共楽共鳴がいるぞって言えるような、そういう存在になれると思ってます。共楽共鳴の価値を上げるためにも絶対にこの試合は勝ちたいと思ってます。はい、全長 1.47 メートルの大怪獣中島です。はい、サイバーファイトフェス翌日ということで、まだ夢見心地というか夢を見てたんじゃないかなという気持ちも強くて、本当に大きな会場で、特別な対戦相手とタイトルマッチができたっていうのは、それを皆さんに見届けていただけたっていうのは、すごく幸福なことだと思っています。
はい、そして後楽園ホールで、マジラビとタッグのタイトルマッチがあります、おかわりゆかっちがまさかこんなに早いところで来るっていうのは分かっていたんですけど、私はサイバーホワイトフェスのシングルのタイトルマッチまではそのことだけを考えるようにしてきたので、翌日今日今この瞬間にどんどん実感が湧いているというところです。はい、最高のライバルたちと引っ張ったり、引っ張られたり切磋琢磨していけるような関係になりたいなと思っていました。昨日は私が勝ちました。次は2対2でどんな試合になるかすごく楽しみにしています。もちろん協力共鳴ハイパーミサオと力を合わせて私たちらしい戦い方で勝ちに行こうと思っています。ぜひご注目ください。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。続きましてチャンピオンチームよりコメントをお願いします。はい、ミスキーです。昨日は 4A で勝てなかったっていうのはすごく悔しかったんですけど、ゆかっちとしょうこさんの試合を見て、やっぱりここで私も一番になりたいなってすごくすごく思ったし、素晴らしくて本当に。でもやっぱりゆかっちが負ける姿を見るっていうのはすごく辛くて、なんか自分のことのようにすごい悔しくて、なのでなんだろう、2人はすごく素晴らしかったし、東京女子のチャンピオンがしょうこさんっていうこともすごく誇らしいし、なので私はゆかっちと、ゆかっちが羽ばたくためには、たくさんいろんな手段がいっぱいあると思うんですけど、その中でも私を選んでタッグパートナーとしてやってくれてるので、私も東京女子を大きく大きくしたいなって思うから、ゆかっちと一緒にこのベルト守って東京女子のタッグチャンピオンはマジラビって、もう日本中にも世界中にも宇宙中にも届けていきたいなって思うので、ここは負けれないです。はい、ありがとう。はい、昨日は長時間サイバーファイトフェス皆さん応援してくださってありがとうございました。はい、まあその昨日に関しては、中島翔子に負けてしまったけど、まだ私にはこのベルトが、タッグのベルトがあるので、これで昨日は東京女子のプライド意地をかけた試合になりましたが、このタッグのベルトはまた別物なので、東京女子の多様性、面白さ、可能性がどんどん広がったタッグベルトになるので、その対戦相手が協力共鳴ってことは、もっともっと可能性が広がった、どんな試合になるのか分かんないような試合になると思いますので、また違った楽しみ方があるのかなと思います。はい、楽しみにしておいてください。はい、ありがとうございました。それでは質疑応答に移らさせていただきます。ご質問のある方は挙手をお願いします。両チームに聞きたいですけれども、今更になるんですけれども、この前タッグトーナメントで対戦したりして、で、両チームお互いに相手チームにこう警戒する部分だったりとかっていうのはどういった部分になるんでしょうか。やっぱりタッグでもうベルトを持っている状態でいっぱい防衛戦もしてきてますし、タッグ力の強さっていうのがすごい警戒してて、それはなんかしかも油断させつつの感じなんですよね。なんか見た目可愛い感じで、しかもすごいハピハピな感じでいる状態でめっちゃやることはえげつないっていう、そこがすごい怖いところだと思ってますが、協力共鳴も、その部分では結構違う角度からタッグ力見せられると思うので、警戒しつつもでもいけるぞっていう気持ちもあります。はい、はい、私まず協力共鳴の強みはですね、おもちゃ箱をひっくり返すような試合ができることだと思ってるんですけど、マジラビはですね、笑顔でおもちゃを壊していくタイプチームなんですね。確かに、はい、確かに、そこが
怖いですね、うん、そう思っています。そうですね、あのなんか協力共鳴になるとファミさんのすごくなんだろう、うん、ふざけてるというかなんかずる賢い部分がをになんか翔子さんがすごく乗っかっちゃうというか、相乗効果がすごいので、少年2人や、そうなんです。だからなんかファミさんに要注意は一番なんですけど、意外と翔子さんも要注意なので、なんか2人の脳みそがなんか2人で共有されてる感じがして怖いです。共有されてあるからな。はい、まあそのタンクとはいえ色が違うタンクにはなるので、まあスピードだったり、まあその変化球だったり、まあ悪さ、ずるさ、2チームともあると思いますので、はい、騙し合いをしていきたいと思います。いやだ、真面目にやるもん。あんたが余裕は、あんたが余裕は、真面目にやるもん。余裕は、こひたちゃん、真面目にやるもん。余裕は、ほんとずっとまっすぐ、ずっとまっすぐ。誰が言うの。はい、ありがとうございます。続きまして、あのご質問ある方は挙手をお願いします。あの中島選手と高崎選手の質問なんですが、はい、あの昨日から中1週間というかなりハードスケジュールになりますが、まあ、シングルとタイトルということで、その辺の気持ちの切り替えというのは大丈夫でしょうか。切り替えですか。はい、そうですね、まずサイバーファイトフェス、私は、チャンピオンとして、東京女子の代表でタイトルマッチをするという気持ちが強くて、さらに、坂崎由香っていう私にとってとても大切な、特別な、そしてすごく強いと思っている選手とのタイトルマッチだったので、やっぱり大きかったですよね、気持ちのすごく乗っかってるところが。タッグのタイトルマッチの気持ちが大きくないっていうわけではないです。ただ、2人いるじゃないですか、なのでそのいろいろ緊張するというか、その気持ちが半分になってるような気がしてるんですよ。なのでそんなに気負わずとも思いっきり羽を伸ばして試合をすれば、私がもしつまずいてもミサオが絶対何とかしてくれるっていう気持ちがあるので、そうですね、なんかより冷静じゃない、冷静じゃなくても大丈夫だろうという気持ちがあるんで、その分やっぱり1対1より思い切り博打ができる感じはしますね。そんな感じです。はい、まあシングルに関しては、まあ、新しい情報でもう昨日負けてしまったっていうのはあるんですが、まあなんて言ったって私だってチャンピオンなんで、はい、で今回はタッグのタイトルマッチ、もう瑞希がいれば心配なことは一つもないので、はい、私以上に私のことを分かってくれてる子なので、もうそこは安心して完全に乗っかって、はい、おんぶに抱っこ、お姫様抱っこしてもらって、え、無理寄ってよ、無理無理、わしやとお姫様抱っこしてもらいたいや。見てすごいドン引きやね。なんでなんで、お姫様抱っこされたい。ちょっと無理かも。すごい引いてるけど。なんでお姫様抱っこされるぞ。びっくりしたんやけど。びっくりやねんけど。いや、はい、ありがとうございます。他にご質問ある方、挙手をお願いします。大丈夫ですかね。はい、ということで4選手ありがとうございました。はい、ありがとうございます。続きまして、
昨日サイバーファイトフェスで行われたプリンセスオブプリンセス選手権次期挑戦者決定戦に勝利した辰巳梨花選手、よろしくお願いします。はい、お願いします。まずはじめに改めて昨日の 4way マッチを振り返ってのコメントお願いします。はい、サイバーファイトフェス皆さんお疲れ様でした。一夜明けて振り返ろうと思うんですけど、まずなんか見返したらすごい自分は何でしょう、 4A なんだからもっと場外で潜んでいたりだとか、休んだりだとかちょっと作戦練ってやれたらよかったなとかも思ったんですけど、なんかもうどんどんぶつかってぶつかって当たっていくっていうことしかできなくて、でも結果的にそれで良かったのかなとも思っていて、対戦相手の3人はもう本当にすごいかっこいい選手たちで、そんな中を生き残れたのでもう自信につながりました。意外かもしれないんですけど、自信とかも本当にすぐなくしちゃうタイプで、もともと自信っていうのはすごい なんでしょうね、合ってないようなものだと思うんですけど、取り戻せたというか自信を、はい、なのでもう誇りに持って胸を張って 7.9 大田区では中島翔子に挑みたいと思います。ありがとうございます。その 4way マッチに勝った時点では、梨花さんが挑戦するチャンピオンが中島翔子になるのか坂崎優香になるのか分からなかったわけなんですが、どういう気持ちでタイトルマッチをご覧になってました？中島対坂崎の試合の感想をお願いします。はい、私も会場で隅の方で見させていただいたんですけど、どっちを応援するとかではなくて、もう両方やってやれっていう気持ちで、応援はしてたんですけど、どっちが勝っても嬉しいし、どっちが勝っても嫌だなっていうのが本音で、でもどっちが勝っても、すごいことができるなって思って、もう手に汗握りながら私 もう手が痛くなるくらい応援してましたね。はい、でそして中島が勝利して7月9日大田区総合体育館サマーサンプリンセス22で中島翔子対辰巳梨花が決定しました。中島選手に決まったことへのコメントをお願いします。はい、そうですね、今の中島翔子を一言で言うならもう本当に無敵状態だと思うんですよね。ゲームで言ったらスター取った状態みたいな感じで、向かうところ敵なしだし資格もないなって感じるんです。ただでもそんな状態も長くは続かないと思うので、そこをどう辰巳梨花がかき乱していくかっていうところだと思うので、7.9 ではチャンピオンベルト返り咲こうと思います。そうだ、返り咲くというか、もっとなんか辰巳梨花にぴったりの言葉があると思って、なんか私はクレイジーな人間が好きなんですけど、好きで居続けてたらなんか自分もそう言っていただくことが増えたりして、だから私はチャンピオンに狂い咲きたいなと思ってます。意味的には同じ意味なんですけど、辰巳梨花は狂い咲くの方が似合うと思うので、 7.9 辰巳梨花チャンピオン狂い咲きっていう見出しにしたいと思います。はい、はい、ありがとうございます。では最後にもう一つ、その前にあります6月19日後楽園ホール大会のカードが決まりました。辰巳梨花すずめ組対伊藤真希ノア光組、こちらの試合についても一言お願いします。はい、
そうですね、もう1ヶ月後に迫ったタイトルマッチですし、それまでの試合はもう全戦全勝するしかないと思っているので、まあ、相手は、ね、伊藤ちゃんもチャンピオンではあるんですけど、スズメと協力して、いやもちろん勝ちにいきたいと思ってます。勢いつけます。はい、ありがとうございます。続きまして質疑応答に移らさせていただきます。ご質問のある方は挙手をお願いします。ちょっとすごいシンプルな質問なんですけども、はい、コンタクトというビッグマッチのメインで、まあ、タイトルマッチを戦うということに対して、まあ、プレッシャーだったり緊張感だったりってもありますでしょうか。はい、プレッシャー、そうですね、私はチャンピオン時代も後楽園で防衛戦をしてメインに渡ってたんですけど、大田区規模のビッグマッチでメインに立つっていうのは初めてなので、もちろんいろんなものがのしかかるなって思うんですけど、まあ、もう自分で勝ち取ったものなので、もうそこはもうバーンって胸を張って、もう思い切りやるしかないなって気持ちです。はい、はい、ありがとうございます。他にご質問のある方、挙手をお願いします。前回ベルトを失ってから1年以上経っているんですけども、はい、まあ、それまでにいろんな思いがあったと思うんですけども、その1年以上の月日があって挑戦をするということで、改めてその部分に関してはいかがでしょうか。はい、そうなんですよね。シングルのベルト前線っていうんですか、ちょっと離れてて、私もちょっときっかけを探してて、挑みに行かないとなって思ってたので、ちょうどいいチャンスをつかめたなと思うし、まあ、何度も言うようですけど、チャンピオン狂い咲きのタイミングは今なのかなって思うので、それで私はまたチャンピオンになって東京女子をもっともっと大きくしたいし、私がもっとかき乱したいなって思います。はい、ありがとうございます。他にご質問ある方、挙手お願いします。大丈夫。あ、はい、やはり狂い咲いた暁には、はい、やはり一世紀規模の防衛をロードしていきたい。あ、一世紀、一世紀規模の防衛ロード、100年防衛ロードですか。はい、前回から。はい、もちろんです。そしてそうですね、私はシュープロの表紙にもなったことがないので、なんかちょうど東京女子はシュープロさんの表紙にならせていただくことが何度かあったんですけど、なんかことごとく逃していると言いますか、チャンピオン逃した落としたタイミングで他の人が乗ってたりとか、タイトルマッチ挑んで敗れた時に乗っていたりだとかがあったので、チャンピオンになってシュープロ表紙取りたいですね。はい、やっぱり結果があれば飾れると思うので狙っていきます。はい、ありがとうございます。シュープロの表紙でいうと、まあ、東京では毎回、はい、複数人で表紙になってると思うんですけども、はい、やっぱり狙うのはソロ。そこがちょっと悩ましいんですよね。でもソロでバーンとも乗りたいし、でもあえて全員乗っかって、そこの真ん中でチャンピオンを呼んでると巻いてバーンって乗るのもいいですし、乗れれば何でもいいです。ありがとうございます。他にご質問ある方、挙手をお願いします。はい、大丈夫ですかね。はい、それではこちらで記者会見を終了させていただきます。最後までありがとうございました。ありがとうございました。